はい、先生入ってもいいですか。はい、どうぞ。失礼します。こんにちは先生。はい、こんにちは。私はミラストフレストンです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アシャボさんですね。はい、わかりました。日本語喋れますか。はい、わかります。はい、わかりました。日本語で自己紹介を教えてください。はい、はじめまして、私はミラストフレストンです。23歳です。今、ダッカのワンボットに住んでいます。私は専門学校を卒業しました。私はサンジャパニストリングセットに入って合計を合格しました。私の趣味はクリケットすることです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、年齢はいくつですか。23歳です。23歳ですね。はい、どこで生まれましたか。ラモンバリアで生まれました。ラモンバリアで生まれましたね。はい、分かりました。ラモンバリアはどんな町ですか。にぎやかな町です。ラモンバリアで何が有名ですか。道とモスク弁。モスクが有名ですね。はい、分かりました。あなたの初期は何ですか。イスラム教です。イスラム教ですね。はい、分かりました。あなたはなぜ日本に行きたいですか。勉強するのために日本に行きたいです。何を勉強するために行きたいですか。初めて日本語を勉強してます。それから大学に入りたいです。日本で大学で何を勉強したいですか。機械工学を勉強してます。機械工学を勉強してたいです。大学から出ました。あなたは専門学校を卒業しましたね。はい、専門学校卒業。いつ専門学校を卒業しましたか。去年の5月専門学校を卒業しました。専門学校で何を勉強しましたか。メカニカルテクノロジーを専門学校を卒業しました。専門学校卒業しましたね。はい、わかりました。日本で何が一番好きですか。桜花と富士山が大好きです。大好きですね。はい、日本で学校はどちらですか。サノファーリングスクールです。その学校はどこにありますか。日本の大阪にあります。日本の大阪にあります、ね、日本語の勉強について話しますね。はい、いつから日本語を勉強しましたか。去年の3月から日本語を勉強始めました。はい、わかりました。いつからいつまで日本語を勉強やってましたか。去年の3月から8月まで日本語をやっています。どのくらい何が学習になりましたか。6ヶ月ぐらい。日本語。日本語なの。習いましたね。はい、わかりました。全部で何時間ぐらい日本語勉強しましたか。で、日焼け75時間ぐらい勉強しました、ね。勉強しました。はい、日本語学校で何時間ぐらいプラスをしますか。一日。1日2時間半ぐらい。日本語勉強しますね。はい、わかりました。一週間に何回クラスをしますか。3回クラスをします。何曜日と何曜日クラスをしますか。土曜日と月曜日と水曜日です。水曜日ですね。はい、わかりました。どんな教科書で日本語を勉強しましたか。みんなの日本語教科書で、ね、日本語を勉強しました。あなたは毎日漢字を練習していますか。はい、練習しています。はい、今まで、何個漢字を覚えましたか。250ぐらい漢字を覚えました。はい、日本語の試験、外しましたか。はい、外しました。JLKT。いつ受けましたか。去年の12月受けました。はい、受けました。今朝何時に起きましたか。6時に起きました。6時に起きましたね。昨日の晩寝たのは何時ですか。12時に寝ました。寝る前何をしましたか。寝る前歯を磨きました。歯を磨きましたね。はい、わかりました。今朝起きてから何を食べましたか。今朝起きてからパンと卵を食べました。パンと卵を食べましたね。はい、わかりました。あなたの好きな飲み物は何でしょうか。コーヒーです。コーヒーですね。はい、わかりました。好きな食べ物は何ですか。甘いもの。甘いものが好きですね。はい、わかりました。あなたは料理ができますか。はい、できます。できますね。日本に行ってどこに住みたいですか。日本の学校の寮に住みたいです。学校の寮に住む。学校のお金払いましたか。はい、もう払いました。はい、いくら払いましたか。およそ6万2000円。2000円高。2000円です。あ、はい、学校のお金
いくら払いましたか？はい、96,200円を払いました。払いましたね。どういうやつで払いましたか？銀行で払いました。その銀行はどこにありますか？中のダンボネにあります。その銀行の名前を教えてください。ブランベンです。はい、わかりました。あなたは将来何になりたいですか？ホーマのエンジニアになりたいです。なりたいですね。はい、わかりました。あなたの PC ベンチャー。誰ですか？母です。母ですね。お母さんの仕事は何ですか？はい、商売をしています。どんな商売をされてるんですか？ここの商売をしています。ここの商売をしていましたね。はい、わかりました。あなたのお母さんの年収はいくらぐらいですか？年収は、さてしたて。三増。300万高です。あなたのお母さんの年収はいくらぐらいですか？300万高です。はい、わかりました。日本に行ったら、一番楽しみなことは何ですか？日本に行って、京都行こうと思っています。京都の、神社大寺を見たいです。はい、わかりました。細かい作業大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですね。どんな細かい作業をするのが好きですか？あなたの好きな、動物は何ですか？犬です。犬ですね。怖い動物は何ですか？ヘビです。好きな飲み物は何ですか？コーヒーです。コーヒーですね。はい、わかりました。好きな魚は何ですか？ヘビです。ヘビですね。好きな野菜は何ですか？トマトです。トマトですね。飛行機に乗ったことがありますか？いや、あります。外国に行ったことがありますか？いや、あります。日本のビザ申請したことがありますか？いや、あります。日本に友達や親戚がいますか？いや、いません。いや、いません。日本に家族がいますか？いや、いません。あなたはどこで日本語を勉強しましたか？サンジャマネストレーニングセンターで日本語を勉強しました。その学校はどこにありますか？中野のマットにあります。はい、わかります。その学校で、先生は何人いますか？5人います。5人いますね。その学校で日本人先生がいますか？いません。いませんね。先生はどんな人ですか？親切な人です。親切な人です。みんな親切ですね。はい。はい、わかりました。その学校のシャス先生の名前を教えてください。で、アブハナン様です。あなたは日本に行ったら、何を食べてみたいですか？寿司を食べてみたいです。寿司ね。日本の主な食べ物は何ですか？寿司を。寿司ですね。わかりました。で、いつ日本に行きたいですか？ビザがもらえば、そこにでも日本に行きたいです。日本大使館に来たのは初めてですか？はい、初めてです。初めて。今日は何月何日ですか？今日は、売れ事なんですけど。今日は何月何日ですか？今日は4月の14日です。明日は何月何日ですか？明日は4月の15日です。昨日は何月何日でしたか？昨日は、4月の13日です。おとといは何月何日でしたか？4月の12日です。12日でしたね。はい、わかります。あの、初期は何ですか？イスラム教です。イスラム教ですね。食べられないものがありますか？はい、あります。何を食べられないですか？豚肉とお酒禁止です。あなたは毎日お祈りをしますか？はい、5回お祈りをします。はい、ムスリム教だから、何回お祈りをしますか？はい、5回。お祈りをしますね。はい、わかりました。はい。日本に行ったら、何年間ぐらい住みたいですか？日本からビザがもらえば、できるだけ日本に住みたいです。はい、わかりました。はい、面接が以上になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。